ンティン恋に疲れた女が一人、早いですお兄さんね、イエーイ、いやー、めでたいわ兄貴、今度はちゃんとゆっくり付き合うやで、せめて1年、1年付き合おう。がっつりじゃダメ、お兄さん、ちょっと散らすぐらいがいいんですから。そうそう、LINE のスタンプポン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 送っちゃダメよ、あれ脅迫やから、スタンプハラスメントやで。分かってるよ、今めっちゃ我慢してんねん。まあ、もう幸せになってもらいたいんです、兄さんには。中身はともかく、見た目はいいんだから、中身を出さない、なるべく結婚するまで本性隠して。で、で、お弁当作ってもらったよな、うんうん、で、繋いだんよな、次はどんなデート考えてんすか。まあ一通り京都観光して夜は成り行きで。早っ。え、そうか、早いっすわ兄さん、いきなりチブを晒すなんて。チブ言うな、桜子ちゃんが明日は全部はじめさんにお任せしますって言うたんやから。はじめさんって呼ばしてんにゃ。うん、桜子ちゃんって呼んでんすか。うん、きしょー。なんでやねん、なんで。お母さん、はじめくんはいつも人よりワンテンポ速い。レイカちゃんはいつも人よりワンテンポ遅い。1秒速い彼から大切な1日が消えた。え、記憶のない出来事、全ての秘密は1秒遅い彼女にあった。どうしても行きたいんです。タイミングの合わない2人の時間が重なるとき、誰も見たことのない奇跡が起きる。1秒先の彼。